いろお世話になりました。そして八王子のまたは市外からも企業さん、そして個人の方々にもご支援をいただいたわけでございます。10年経つと制服を作ろうということで、制服って言っても着物ですけどね、江戸時代ですから。それでどこのうちでもあるのが、あの葬儀の時に使う黒い帯、これはもうどこのうちでもあったそうです。あと浴衣ももう普段着の浴衣、寝巻きも浴衣だったそうですから、それですからそういうことで浴衣に黒い帯をして、それであの踊りが始まって、これが今に定着しているそうですを演じます。その後男のかかし踊り、新踊りですけども、まあ、有そうな踊りです。でその後四季の秋冬の踊りをやります。でその後皆さんお笑いになることをご存知ですけども、あの法然踊りといって昔からある踊りをやります。それを、まあ、一応頭に入れていただいたら楽しめると思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞ皆さん楽しんでください。じゃあ始めさせていただきます。Oh, God.
いたすよ、みんな。Thank you.